もー、どう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 もどうも、買っちゃいました。いやー、買っちゃったよ。 T シャツも絶対 T シャツ買わないって決めてたけどね。昨日かこの、あ、この前か、あの靴下をですね、ファッションセンター島村に買いに行きまして、ファッションセンター島村って靴下安いんですよ。そしたらですね、あのこうなんか飾ってあるんですよ、 T シャツが。これ1枚もう、あの吸い寄されるようにこう行ってしまって、あの手に取ってしまいましたね。ありがとうございます。どうもー、ありがとうございます。いやー、買っちゃったよ、ど根性ガエル。頑張っていきましょう。いいね、いいじゃないですか。最近ですね、あのどうもっていうね、このどうもーってやつを子供たちが真似をし始めたらしいですよ。なんかあの連絡がありまして、お客さんから、吉田さん、最近甥っ子だったかな、あのどうも真似し始めましたと。で、ここ甥っ子の方と一緒に見てるのかな。ありがとうございます。どうももうどうも流行らせていきましょう。まあ、どうも T シャツもあるんでね、絶賛販売中でございます。で、まあ、今回ね、あのそうそう、この6時間後ぐらいに24時間限定で販売スタートしますんで、夏のキャンペーンですね。夏のキャンペーン、ブラックな思考術です。ブラックなこれもブラックですね。ブラックな思考術って販売しますんで、なかなかいいですよ。で、今回はその2個ね作りました。プラス、まあ、商品をお申し込みしていただいた方限定のワンタイムオファー、一度きりの限定オファーということで、2つ用意してます。あのそのブラックな思考術を買う、お申し込みいただくと、なんとワンタイムで一度きりのご案内で1商品、こちら非売品ですね、非売品を売りますで、それを申し込むともう1個出てくる。で、それもまあ非売品じゃ非売かな、そう、なかなかいいやつ用意しましたんで、はい、でもこれは商品お申し込みしていただいた方しかアクセスできないので、この2つはね、うん、で、今回はまあ販売ですね。そのまあ、コンテンツビジネスでこう売り上げを作っていく、まあ、商売で売り上げ作っていくっていう上で一番大事なのは何かっていうと、営業なんですよ。当たり前ですけど、当たり前だけど営業ですね。あなたの会社に営業マンが誰もいなかったらどうやって売り上げ立つって話なんですよ。まあ、もちろんね、その下請けで製造業みたいのがあって、でもその製造したものをどっかの会社に売り込んでいかないと、うちの会社でこういうのを作ってるんですっていう、あのなんだ、売り込んでいかないと厳しいだろうし、何も営業マンがいずに勝手に売れる、勝手に売れるってことはまずないですから。だから売る上では、まあコピーライティングなのか、まあトークなのかって話なんですけど、このやっぱね、セールスみんなできないんですよ。営業かけられないんですよ。で、僕も最初からそのセールスできたかっていうとできなかったんですけど、これはね、マインドセットなんですよね。マインドブロックなんですよ。ほとんどの人がお金稼ぎたいと思いながら、お金稼ぎたいっていうアクセルを踏みながら、お金をもらうことが悪いことだっていうブレーキを踏んでるんで。もう一度言いますね。お金を稼ぎたいと思いながらアクセルを踏む、そしてお金をもらうことはちょっと微妙、悪いことだなっていうブレーキを踏んでる。だからアクセルとブレーキをね、両方踏んでるんですよ。で、この両方踏んでたら壊れるよって話で、無理だよっていう。これブレーキ外さないと無理ですね。だ、昔ね、相当昔ですけど、あの村上ファンドっていうね、村上さんっていう人がいて、かなり昔ですけどね、お金儲けは悪いことですかっていうセリフがね、すごい反論、世の中を騒がしたんですよ。お金儲けは悪いことですかみたいな。だから村上さんにはブロックないんでしょうね。うん。どうですか、お金を儲けることは悪いことですか。お金儲けなんかよろしくないなって思ってません？いや、あなたの会社金儲かなかったら給料入ってこないですよ。もう一度言いますけど、あなたの会社儲かってなかったら給料出ないですよ。儲けることは悪いことですか？儲けることが悪いことだったら給料もらわないでくださいって話じゃないですか。
だから儲けるっていう言葉に対してのイメージ付け、意味付けっていうのがあんまり綺麗じゃないなっていう部分はありますけども、実際問題あなたの会社が儲け出さなければあなたの給料は発生しないので、あなたの給料が発生してるってことはあなたの会社が儲かってる証拠なんですよ。もしくは儲かってなくても、まあ社長が頑張ってるのかわかんないですけど。だから儲け出さないといけないんですよ。だけど、なんかそれが、なんかお客さんからお金をこう、なんだ、もらうのって悪いことなんじゃないかなとかね。だからそう思ってる人がやっぱ多いわけですよ。こう刷り込まれてるわけですよね。まあ僕もそうでしたよ。僕も最初その自分の商品をこう売るっていうね、これ売っても大丈夫かなとか、これお金もらっていいのかなとかね、いろいろなその不安はあったんだけど、いろいろこう勉強したり体験していく上で、あ、これ外さないと無理だなっていう、このブロックを外さない限り売れないなっていう話で。でもね、これコンテンツビジネスやろうとしてる人マジであるあるですからね。もうセールスブロックかかるんで、これ外さないと正直無理ですね。だからもう、なんだろうな。こう一つね、じゃあ、セールスする上での、すごくこれ、まあ、いろんなマインドセットがあるんですけど、一つね、シェアします。これもう事実なんで。これ本当に事実だから。マジで事実。嘘じゃない。マジで事実ね。で、その事実を確かにそうだなって腑に落としてセールすればいいんですよ。事実だから。今ね、僕がインターネットビジネスを始めて、そのインターネットに入ったのが22歳の時でした。当時は情報なかったです。マジで。うさんくさいホームページビルダーで、まあ、HTML のなんか怪しいページありましたけど、もう情報なかったんですよ。で、今どうですかと。デバイスもあるし、情報もあるし、まあ YouTube もこうやってあるしね。まあいくらでも、あとチャット、AI も出てきたしね。いくらでも情報探せるじゃないですか、無料で。どうですか？まあ、今の子はちょっとね、昔と比較できないんでわかんないですけど、僕と同じ世代だったら少なくてもわかると思います。20年前。ありました、YouTube。20年前。インスタありました。20年前、TikTok ありました。ないでしょ。X、Twitter ありました、20年前。多分ないね、20年前は。ないよな、20年前。ミクシーはあったね。ミクシーは。ミクシーはありましたけど。だからなんかね、ないんですよ。なかった。だから今あるんですよ。で、デバイスもパソコンも進化してるじゃないですか。20年前のパソコンと今のパソコン全然違うじゃないですか。インターネットも光ですよ。当たり前ですけど、今。ADSL 今年は、なくなったんですよ。なんか Yahoo BB か。ADSL 今年の3月か4月なくなりましたからね。ADSL。なくなったんですよ。だからそれだけ環境だったりとか情報がいっぱいあるんだけど、じゃあ稼げてますかって話なんですよ。無料で稼げてますかって話です。無料でみんな稼げてないんですよ。無料で。じゃあダイエットもそうじゃないですか。ダイエットも一番わかりやすいと思うんですけど、別に痩せる方法って誰も知ってるじゃないですか。痩せる方法知らないっていう人います？多分いないですよ。いるんですよ。あ、じゃあ痩せる方法はみんな知ってるはずです。え、お菓子を我慢する。なんで、間食我慢する。なんだ、一日二食程度にしとくとかね。カロリー控える。で、ちょっと運動する。知ってんじゃないですか。そんなの知ってるよ。ね。みんなできないんですよ。無料だったらできないんですよ。だからライズアップが必要なんですよ。無料でできない人にはライズアップが必要なわけじゃないですか。え、そうじゃないですか。無料で痩せられない人はライズアップに入るしかないんですよ。買うしかないんですよ。環境に提供するしかないんですよ。そうだと思いません？いやいや、いいんですよ。買わなくても。買わなくてもいいよ。だっていっぱいあるんだから、情報。じゃあ成功してくださいって話です。できるよっていう。やればいいじゃんと。ダイエットの痩せ方、別に調べればいくらでも出てくるし。知ってるでしょ。やればいいじゃん。やれないんです。だから売らないといけないんですよ。提供しないといけないんですよ。だからあとはその誰に売るかって話ですよ。無料で行動できない人に売ればいいんですよ。無料で行動できる人に売らなきゃいいんですよ。だってね、勝手に起業するし、勝手に成功するし、そんな人はね。
言わなくても勝手に起業しますから。起業するといいよって言わなくても起業してるから大丈夫。もう一度言いますね。起業した方がいいよって言われなくても起業してるから。一部の人は。それは一部の人なんで。そう。だからほとんどの人は一部の人じゃないんですよ。だから一部の人じゃない人に、無料で稼げない人にしっかり売らないといけないんです。きっかけを与えないといけないんですよ。だからまあそういう考え方。まあ実際事実ですからね。だってみんな痩せられないしね。みんな行動できないんだから。で、これ嘘ですか？いや、これ嘘じゃないっすよ。ガチですよ。みんなできないんですよ。きっかけが欲しいんですよ。きっかけが必要なんですよ。動機が必要なんですよ。無料だったら動機できないですよ。やる動機結構薄いですよ。やろうと思えないですよ。でも買ったんだったら、やろうと思う動機ちょっと強くなるじゃないですか。買ったんだから、有料で。どうすか？学校で配られる教科書より自分で参考書を買いに行った方が参考書開こうと思うじゃないですか。どうすか？よし、テスト頑張ろうっつって自分の意思で参考書を買いに行った。参考書開きやすいじゃないですか。でも教科書、誰でも配布される教科書開きづらいですよ。自分でこう金払ってね、よしやるぞって言ったやつはやりやすいでしょうね。どうすか？だから売らないとダメなんですよ。売らないと行動、お客さん結果出ないんですよ。みたいなマインドセットですね。売ることが正義ですよ、もはや。いや、売らなくても成功する人に売らなきゃいいんで。だからそこもしっかりと誰に売るのかっていうところも大事ですよ。どんな人に自分は売るんだっていう。だから僕なんかもう超明確ですからね。めちゃくちゃ明確ですよ、毎回。ノウハウコレクターで、無料で行動できない、稼げてない、ぐるぐる回って、ね？なんだ、未だにネットで稼げるぞって知って、何年経った？何年経ったんですか？今日ネットで稼げるって知ったんですか？ちゃうでしょ？もう数ヶ月前、何年前からもネットで稼げるっていうの知ってるでしょ？だけど行動できてますか？稼げてますか？その人に売ってるんですよ、僕は。で、今回は、その人にぴったりな商品なんです。めちゃくちゃぴったりな商品なんですよ。ドストレートですよ。マインドができてないんですよ。わかります？だからこうやってなんだろうな、誰に売るのかっていうのと、あとはまあそういう事実を踏まえて、売らないと、売ってあげないとダメだよっていうぐらいにして売らないと、なんだ、自信ないと、なんかブレーキ踏んじゃうんで。ブレーキ踏んだら無理ですよ。だからみんなね、だからここ結構ね、特にあとバックエンドですね。だからバックエンドで売り上げ作んないといけないんですけど、バックエンド売るときなんか特にこのブロック、セールスブロックが入るんですよ。マジで。こんな高額なお金もらって大丈夫かしらとかね。こんな高額なお金もらって私本当にできるかしら、対応できるかしらとかね。いろいろブロックかかるんで。でもそのブロックがある限り、まあずっと稼ぐのは難しいですね。だってアクセルとブレーキ一緒に踏んでて、どうすか？車壊れるでしょ？だから結局マインドなんですよ。マインドセット。どういうマインドセットでそう取り組むのかっていうのは超大事で。全部ですよ。全部マインドセットあるんで。全部が。本当に。なんで、まあ、自分がね、もういい加減さすがに今年もだってもう7月終わるじゃないですか。7月もう終わりですよ。あ、7月？いや、もう8月か。早いな。8月入ってますね。今日8月8日か。あ、明日か。明日8月8日ですよね。早いですね。7月もう終わってるじゃないですか。終わってんすよ、7月。どうすか？人生もあっという間ですよ。僕もね、ネットビジネスに出会っても20年経って今年で42ですよ。あっちゅう間ですよ。あっちゅう間。だからそれもね、気づいてるようで気づいてないんですよ。だから言ってあげないとダメなんですよ。もう何百万、もう何億回でも言いますよ。だってみんな知ってるけど気づいてないんですよ。気づいてるんだったら行動してるでしょ。時間ないんだから、人生の時間ないですよ。無限にないですよ。あっちゅう間におっさんになるし、あっちゅう間にババアになりますよ。いいんですか？いいんですか？ただのババアで、ただのジジイでいいんですか？なんかやろうぜ。
そう、なんかやりたいと思うんだったら、それ達成しようぜって話で、でも達成するまでに、なんだ、そんな時間ないよって話で。でもそれをね、自分で意識して、あ、もう時間がない。俺には時間がない。やらないといけない。てか、やれる時間ないよね。やろう。って落とし込んでやってる人はもうやってんすよ。でもやれてないんすよ、みんな。落とし込めてないんすよ。知ってるんすよ。みんなね、命の時間、不死鳥、なんだ、不老不死じゃないって知ってるんすよ。不老不死じゃないって知ってるんだけど、時間を無駄にしてるんすよ。やんないんすよ。今日サボるんですよ。明日でいいか。明日があるかどうかわからないっていうのに知ってる。けど、明日でいいかってなるんですよ。いや、明日来ないかもしれないよ。ニュース見てるでしょ。ニュースでどれだけ見てきた？交通事故がなくなった。どれだけ見てきた？今年地震があったよ。なくなったよ。どれだけ見てきた？今年元旦も地震あった。ね？なんだ？十何年前にも東北大震災、あの津波あった。阪神淡路もあった。熊本地震もあった。見てきてるでしょ。いつ何があるかわかんない。毎日のように、ここで事故あって死亡しました。見てるでしょ。え、あなたは絶対事故しないんですか？何かに守られてるんですか？なんかそのバリアがあるんですか？車が来たら車を破壊するようなバリアを持ってるんですか？持ってないよ。持ってないよ。車が来たらね、潰れるんですよ、あなたは。どんなにマッチョでも、シュワちゃんでも、車は潰せない。100キロで来た車を潰せないよ。スト2かと。まあ、スト2でね、なんかスト2であるんですよ。なんかボーナスステージで。なんか、車を壊すやつ。あややって。できないですよ、あんな。あれ無理ね。できますか？車を素手で全部破壊できます？もう違うとこ行った方がいいと思います。そう、ファイターになった方がいいと思います。ボクサーとかになった方がいいと思います。車を素手であんなスト2みたいに破壊できるんだったら、多分ボクサーになった方がいいと思います。無理じゃん。いや、わかってるけど、みんな流すんですよ。わかってるけど、今日流すんですよ。だから売ってあげないとダメなんですよ。よし、買った、やるぞって。勉強するぞっていう。わかります？だからこれも僕も、最初からこういう考え方なかったでしょ？でもめっちゃ勉強したんですよ。で、ぶち込んだんですよ。で、自分に腑に落としたんですよ。で、腑に落ちるように今、その、わかりやすいように説明はしてますけどね。だってこれ嘘言ってないですよ、僕、本当に。一部の人にとっては、吉田さんもう知ってるよ、やってるよ。うん。当たり前のこと言うなって言われるかもしれないですけど、みんな当たり前のことができてないんですよ。当たり前のことがみんなできてないんです。毎日出社してるのにね、毎日出社してるのにね、毎日 SNS 投稿しなきゃいけないんですかって言ってくるんですよ。え、どういうこと？え、毎日、まあ、100歩譲って週5出社してるんだったら週5やろうよって言うね。週 5？ まあ2日休んでいいから、100歩譲って2日休んでもいいから、会社5回行ってんだったら5回やろうよって話じゃないですか。当たり前のことできてないんですよ。ネットで稼ぎたい。じゃあそれがやりたくないんだったら広告出せって話で。広告勉強しろよって。広告勉強したのと。LP、反応率が取れる LP 作れるのと。反応率が取れるシナリオパネル作れるの。ローンチできるの。勉強したローンチの仕方。LP の作り方勉強した。広告の出し方、Facebook の広告、インスタの広告の出し方勉強した。してないですよ。え、それ、毎日 SNS、投稿したくなかったら、それ勉強するしかないじゃないですか。広告の出稿の仕方。YouTube の広告の仕方勉強したね。インスタ、Facebook の広告の仕方勉強した。LP 書けます？え、リスト取った後どうやって売るんですか？パネルは？ローンチは？シナリオは？セールスレターはどうやってセールス書ける？対面ですか？ズームですか？グループズームですか？電話で落としますか？ステップメールで落としますか？セールスレターで落としますか？勉強してるんですか？やってないですよ。いや、それもやりたくありません。じゃあ金払えるんですか？金払って人雇えますかと。プロを雇えますかと。プロ雇えるんですかと。セールスレターのプロ、営業マンのプロ、集客のプロ、広告代理店、優秀な広告、金払えますか？やってないんです。やってないんです。別に自分でやんなくていいんですよ。プロ雇えばいいじゃないですか。雇えますか？
どうなんだ。それをマネージメントできますか。マネージメント勉強しました。マネージメント能力ありますか。チームを作れますか。それができないんだって自分でやるしかないじゃないですか。無料集客しかないんですよ。有料か金払って集客するか無料で集客するしかないんですよ。金払うか無料でやるかどっちかです。どっちかです。まあ紹介っていうのもありますけどね。でも紹介っていうのは紹介料発生するんで金払ってるんでね。あと口コミっていうのもありますよ。でも口コミが起こるっていうことはなんかやってないと口コミ起こんないんで、何もやってないやつに口コミなんか起こんないですからね。どうすか、店も何もやってないのに口コミ広がります。 Google マップにも載ってない、何も載ってない、何も載ってないのに口コミが広がります。知らないよと。知ってるから口コミって広がるんでしょ。何もやってないのに、知らないのにどうやって口コミ広がるんだって話で。はい、まあということでいろいろ申し上げましたけど、もう買うしかない。まあ特に本当に、まあ今年もね、もう終わりますよ。ね、夏が終わったらもう終わりです、今年。それぐらいですよ。いや、夏終わったら、だって秋なんかないようなもんだからね。秋ないです。秋なし。秋ない。秋なんかない。もう、紅白ですよ。もう紅白。クリスマス紅白。夏終わったら。もうそれぐらいの感覚でやってないと、多分、前に行けないですよ。で、あー、今年も、なんかあんま、変わんなかったな、みたいな。よし。で、また元旦思うんでしょ？今年は。よし、やろう、みたいな。もう何年やってきた、それ。それ何年ってやんの？よし、今年の目標、今年はこれやるぞ。何回裏切ってきた？何回裏切ってきた？もうそのね、裏切れなくなりますよ、年取ったら。もうそもそも目標も作れなくなるしね。はい。まあ、ということで、とりあえず自分に、自分がその行動できてないとかね、考え方がまだ甘いなとか、マインドが全然できてないなっていう人はね、まあ今回本当に買っていただいて、でしかもね、小学生でも買える金額ですよ、正直。今回小学生でもマジで買える。多分小学生のお年玉で買える。まあ お年玉は、まあ、家庭によって変わるんであれなんですけど、お年玉も家庭によってちょっともらえる金額変わるからな。いやでも小6のお年玉だったら買えるよな。頑張ろう。大の大人が、いやそれぐらい買おうよ。気づいてるんだったら。いいんですよ、買わなくても。もう行動してる、稼いでるんだったら。稼ぐためには行動しない、何かしらのアクションを取んないとダメですよ。今行動ガンガンできてます。マインドセットもあります。できてます。OK です。全然買わなくていいですよ、それは。だけど、マインドができてない、行動できてない。ね、ネットビジネス、ネットで稼げるっていうのを知って何年経ったっていう人は買うべきですよ。今日知ったんだったらね、それはしょうがないかもしれないですけど。でも大抵はね、まあまあね、まあまあもう何年もなってますよ、何ヶ月も。で、やろうかな、やっぱダメかな、やっぱこれかな、やっぱこっちかな、やっぱこれかな、いやー、怪しいな、もうずっとそれ繰り返すね。ここ、ちょっと、勉強しましょう。直しましょう。変えましょう。うん。だから僕がね、本当は正直ですよ。正直、売り上げを出したいんだったら、マインドの商品をね、売らない方がいいんですよ。みんな欲しいのは、どうやって稼ぐかがみんな欲しいんですよ。どうやって稼ぐのか。具体的にここをこうして、こうして、こうやって、こうやってっていうノウハウがみんな欲しいから、そっちの方が売れるんですよ。だけどね、このマインドを売ってあげないと、売らないと、うまくいかないってことを知ってるんで、売りづらいけど売るんですよ、全力で。僕はね。正直、マインドの商品って売りづらいんですよ。だってみんな欲しいのテクニカルじゃないですか。どうやって稼ぐんですかっていう、具体的なやり方ですよね。どうやったら具体的にやれば100万いくんですかって、その方法がみんな欲しいので。それ売ってあげた方がいいんですよ。売ってあげた方がいいっていうか、それ売った方が売り上げ上がるんですよ。でもそれ売ってもね、マインドないとやんないんで結局は。うん。だから、僕は売るんですよ。定期的にマインドの商品をね。もちろん、テクニカル的な商品も売りますよ。テクニカル的な商品も売りますけど、マインドの商品も売る理由はそういうことです。これ売らないとダメって僕は分かってるんで。売りづらくても売ります。全力で。全力で売りますよ。売りづらくても売りますよ。だって必要なんだから。絶対マインド必要ですからね。
絶対必要です。言い切ります。100% です。マインドがなくて成功しましたっていう人僕知らないです。僕は知らないです。あなたが知ってるんだったらその人から習ってください。マインドなしで成功できますよっていう人が習えばいいじゃないですか。その人を先生にしてくださいよ。僕じゃない。マインドがなくても成功できるよっていう先生を探してください。僕じゃないです。もう言ってますね。マインドがなくても成功なんか簡単にできるよっていう先生を探してください。僕じゃないです。僕は絶対マインドが必要だと思ってますから。絶対です。100% です。いや、もう1億パーです。考え方が全てと言っても過言じゃない。だってそれだって、もう成功本も相当読んできましたけど、成功本も書いてる人が考え方が幼稚、マインドがない。ないですよ。なかった。ない。ちゃんと自分の考え方ありますよ。自分の考え方がね。うん、まあその人によっていろいろな考え方は違うけど、考え方ありますよ。受動的じゃない、主体的に自分で考え方、ロジックがあるよ。うん、はい。まあいろいろ申し上げましたけど、今日のね、0時から24時間限定で今日じゃねえな。この動画が18時でしょ？あと6時間後0時。8月8日、88、8月8日、0時、メール流れますんで、まだメールね、登録してない方は裏メールマガ登録してください。この YouTube の下に入れておきます。では。